で、あの皆さんお手洗いはまだ大丈夫ですか？もうちょっといけそうですか？じゃあ次に行きます。大丈夫でしたら次に行きます。次の曲がね、大野先生からのリクエストなんです。で、あの初恋という曲で、これがね、深い曲でね、難しい宿題ばっかり出されるんですよ、大野先生はね。ね、簡単にできないようなものばっかり。で、あの詩は石川啄木さんで、曲は越谷辰之助という方で、私知らなかったんですけども。でちなみに初恋は私歌ったことなかったです。先生のおかげで歌うようになりました。で、石川啄木の一役の砂という詩集、この詩集は5章551首からなっているそうなんですけれども、で、この一役の砂っていうのは石川啄木の自画像を歌ったものだと言われているそうです。この初恋の詩は1章の6首目の歌で、あの一役の砂っていう詩集なので、砂が非常によく出てくるんです、詩の中にね。で、この初恋にも出てきまして、詩はですね、砂山の砂に腹ばい初恋の痛みを遠く思いいずる日。もう一度いきたいと思います。砂山の砂に腹ばい初恋の痛みを遠く思いいずる日。57577です。あの国語でやりましたよね。で、あの素直にこの詩を考えれば、若き日が遠ざかろうとも、その時感じた心の痛みは薄れることがないよ、といったような、あの初恋を追憶する優しい恋の歌っていう捉え方、まずできますよね。で、砂山の砂に腹ばいっていうのは、まあ、あのまるで子供が遊びでするような仕草でですね、あの初恋の相手と遊んだことを思い出してるのかなっていうふうにも考えられます。また初恋を思い出して、作者は一人浜辺を歩いていて、あの切ない孤独感を味わっているのかもしれない。で、あの石川啄木にとっての初恋は13歳の時だったそうです。で、なんといきなり初恋で奥さんになった堀合節子さんと出会うんです。で、そのまま結婚しちゃうので、大抵初恋って破れるんですけども、彼の場合破れてない。じゃあこれ、彼の初恋を歌ったとすれば、痛みはどうなのよっていうことになるんですけれども、おそらくその初恋の破れた痛みではなく、石川啄木ってね、あのじっと手を見るなんて書いたぐらいですから、生活苦しい生活苦だったんですよね。ですから結婚して生活苦にあえいでるその心の痛みなのかなっていう捉え方もできるであろうと。それからもう一つ説があって、彼は文学者として大成したかったと。でも彼も26歳で亡くなってるんです。ですから、その念願かなわず亡くなっていく。で、砂を彼の短歌と思うならば、短歌をこう作っていて、指の間からその砂がこぼれて、短歌がこぼれていって砂山になると。で、初恋の痛みっていうのは、自分がその思うような文学者になれなかったという、その初恋、恋に裏切られたみたいなのと、自分があの文学者になれなかったっていうのをオーバーラップさせているという説もあります。深いでしょ。で、もう一つあるんですよね、先生。はい、はい、でね、私これ聞いたことなかったんですけど、合わせの時に先生に言われて、そんな説があるんですか。すみません、ちょっとお、あの簡単に言うと、砂は、初恋の人の なのかな、あの、うん、ちゃんと分かってないんだけど、要するに位牌を意味してるっていう説があります。なんかね、ドキッとしますよね。なんかすごい重いなっていう感じがするんですけど、なのでこの曲はもう本当難しい曲なんですね。ですけれども、あの頑張って歌いたいと思います。